ということで今日はですね、マットパンチングをやりたいと思います。で、マットパンチングなんですけど、まあ9月入ってからね、やっと夏の暑さ涼しくなってきて、でだいぶ秋っぽくなってきたんですけど、そうなるとマットに依存する魚が増えるんですよ。そのカバーってなるマットの下にバスが依存することで、でかいやつが取れるっていう感じの秋パンチなんですけど、使ってるルアーはこれは夏も秋も晩秋も一緒で、1オンスのビン付けでラバースカートでジャイロスターで、ジャイロスターはこう逆付けでセッティングしてあります。これをすることによって綺麗にまっすぐセッティングできるんで、マットに対して落ちた時に違和感なくチュポンって入るっていう、で回収の時も綺麗に抜けてくるっていう感じで、僕は逆付けセッティングでやってます。でフックはタックルがパワーあるんで、マットの下でもフッキング決まって、なおかつ折れないフック、これね、ハヤブサの TNS HB、 ジャイロスター 3.5 には30がベストマッチ。これね、結構2、3年ぐらい前から僕対応しててお気に入りのフックなんですけど、折られたことはないです。60もかけてもちゃんとマットごと寄せて魚を取れてます。ということで、このジャイロサ 3.5 インチのパンチングで狙いに行きたいと思います。まあやっと今暑くなってきたんでね、結構昨日とかおとついとかはロゴライトで、ね、雨が降ったりとかして、ちょっとパンチングには踏み切りだったんですけど、まあ今日こんな感じでなぜか晴れたんで、これはもう狙いに行くしかないなということで、今日はパンチングででかいやつ狙いに行きたいと思います。まあ、ワンチャンあればいいかなっていう感じなんで、まあ、そのワンチャンに期待して狙いに行きたいと思います。グッサイズ、ビッグバス。
来たんじゃないこれ。上顎がっつり。モンスターサイズ。太いわ。やばい、来た。秋のマットパンチング、開幕。来たね、ジャイロサ 3.5 インチ、1オンスパンチング。でね、今狙ったとこは、エビモが生えてる。エビモパッチが生えてて、そこにカナダモ、マットが絡んでるマットを狙ったっていう感じで。いやー、しびれる一発だわ。60ないけど、まあまあいいサイズ。イエーイ。マットパンチング。秋のマットパンチングフィッシュ。極太。はい、ということで今釣れたマットパンチングフィッシュなんですけど、狙うマットは、まあこれ、カナダモマットに見えるんですけど、カナダモマットにマットの下にエビモパッチがある。エビモパッチが本当至る所に点在してて、でそのエビモが生えてるところに入れたらラインが引っ張られるバイトが出たっていう感じなんですけど、そのね、エビモがこのカナダモのマットにどこにあるんですかってよくね、ガイドの時とかも聞かれるんですけど、僕は通称つくしって言ってます。エビモの花かな、花粉受粉するとこがつくしみたいにカナダモの上に立ってるんですよ。でそこの左右前後に落とす。でエビモの入るシチュエーションってハードボトムで、カナダモがね、泥質系のとこなんで、必然とエビモの付近に魚が止まる。でそこにルアーが落ちたら食うっていう感じなんで、それを狙ってました。で今ね、台風前、まあ台風今回当たんないんですけど、琵琶湖は狙うべきとこはこれから秋晩秋にかけて良くなるカナダもエビもプラスのね、こちら辺に見えるここら辺っていうんですかね、トロロモ、緑色から黄色になるトロロモがあるんですよ。これですね。これが全体的に覆われてるとこの手前の境目に落としてドンっていう感じで反応があったっていう感じです。これから秋にかけてね、バスがマットに依存するとカナダモは夏狙う、でそれのとこにトロロモが入るとこにバスが依存するんで、そこを打ってくっていう感じの狙い方がこれからの時期良くなるっていう感じです。まあ、今回60なかったですけど、いいサイズが出たんでちょっと嬉しいです。これから秋にかけてハマるマットパンチング、皆さんもぜひやってみてください。